横浜港未来21元と横浜元と横浜は神奈川県横浜市西区の港未来地区にかつて存在した総合エンターテインメント施設土地の貸し出しによる暫定施設として2004年11月25日に開業後約10年が経過した2015年1月25日に営業を終了している2004年2月に設置された 港未来線の新高島駅は、当施設の開業まで周辺一帯が空き地となって、いたが、駅南東側の港未来地区53街区にて、複合エンターテインメント施設として、同年11月25日にグランドをオープンした。シネマコンプレックス、109シネマズ MM 横浜及び台東が、運営する、アミューズメント施設、横浜初めて物語からなる。 シネマコンプレックスアミューズメント旨、TBS テレビが運営するライブハウス、横浜ブリッツ、テイクギブニーズが運営する結婚式場、ベイサイド迎賓館、ベイサイドガーデンクラブの3つのエリアから構成されていた。施設名のゲントは元気なエンターテインメントのオアシスを意味する造語である。投資設は 高級施設ではなく土地の貸し出しによる暫定施設であり、借用期間は開業より約10年間となる2015年6月までを予定していた。近年は暫定施設の10年ルールが緩和されており、契約期間終了時期の経済状況などによっては数年程度延長される可能性もあったが、2015年1月25日に、 シネマコンプレックスアミューズメント旨の109シネマズ MM 横浜と横浜初めて物語が営業を終了。さらに結婚式場のベイサイド芸品館、ベイサイドガーデンクラブも6日後の1月31日には営業を終了しており、これをもって当施設全体が閉鎖となった。なお、ライブハウス横浜ブリーッツはこれらの施設よりも早く契約期間。 終了まで約1年を残した2013年10月14日に最終公演を迎え閉鎖されている。営業終了が近づくとファイナルゲントと題して様々なイベントやセールなどを実施。最終日には当施設の正面入り口でスチールパンオーケストララストライブも開催された。一方、施設内の109シネマズ MM 横浜でも1月17日。 最終日まで、メモリアルムービーズ横浜として、スタッフのセレクトによる16作品が、リバイバル上映された。また、同映画館のクロージング作品としては、閉館の前日より上映が開始された、アニー、アニーで幕を閉じている。以下は営業当時の入居施設、テナントである。当施設の閉館に伴い、現在では、すべてのテナントが営業を終了している。 各テナントの詳細は公式サイト内にあった、ショップレストランのアーカイブも参照。当施設開業時のテナント途中から入ったテナント、神奈川県横浜市西区港未来5の一夜土地に、整備された53街区の暫定歩行者通路、当たり施設の建物は、閉鎖より1ヶ月以上が経過した2015年3月から5月に、かけて解体されている。 跡地については、横浜市に返還され、新たな開発事業者の工房同士が、同年8月より実施。その後、2019年3月には、大林組などによる、オフィスホテル、商業施設、オープンイノベーションスペースなどからなる複合開発の、計画が決定した。鈴鹿通りほどを走って前港未来。 歩道橋手前を結ぶ、投資施設敷地内の通路についても2015年2月に、柵で囲われ通行禁止となり、投資施設の解体工事とともに廃止された。しかし、その後は53街区敷地内の暫定歩行者通路として、ハイブリッド街路灯を設置の上で再整備され、2016年3月より、供用が開始されている。ありがとうございます。